皆さん、こんにちは。テクニカルディレクターが中心に集まるベースドラムによる技術に関する様々な情報をお届けする番組、ベースドラムライブです。今回のテーマは、最近パブリックベータ版がリリースされた、独自のコンテンツを開発して、フォートナイト上に公開できるツールである、アンリアルエディター4フォートナイト、通称 UEFN をテーマにお届けしたいと思っております。はい。私がテクニカルディレクターの吉井と申します。で、私が、主役になるのが、すいません、小川さん。私、小どう川でぞ。す。どうも。よろしくお願いします。今回の主役です。はい。ということで、もうちょっと、早速本題に入っちゃおうと思うんですが、一旦この UEFN というものがどういったものなのかっていうのを、一旦小川さんの方からご説明いただいてもよいですか？もう一旦もう、これは、お見せした方が早いそうですと思ね。うの見せたで。方が早いかもしれません。じゃあ、右下のこの、今見れてますかね。公式リリースのプロモーション映像なんですけども。はい、見えてます。まあ、通称そのフォートナイトのクリエイティブモードっていうのがあって、そこでこうみんなとこうなんか、ゲームしたりする。自分のワールドを作って一緒に遊ぶっていう世界があるんですけど、そこをアンリアルエンジンを使って、で、割ともっと拡張性高く、自分で自作のゲームが作れるようになったっていう、今回新しい発表でしたね。一応ちょっとだけ補足すると、まあ、フォートナイトっていうのが、オンラインゲームとかやる人には、馴染みがあって説明不要だと思うんですが、全く馴染みない人に向けに言うと、まあ、オンラインゲームの一種で、公式曰く、まあ、本当数億人レベルのアカウントを保有していて、まあ、単純に、オンラインゲームにとどまらず、そのメタバースみたいのを標榜している、プラットフォームだったりするので、まあ、単純にゲーム開発にとどまらず、そのメタバース、どこに対して興味ある人とか、関連している方にも、面白い内容になっていると思います。はい。すいません。それではちょっと開始します。そういうわけでは ございましてですね。まあ、早速触ってみたぜっていう今回は報告会って感じですかい。ね。で、もう今見えております。左上にあるのがこの、UEFN でございます。で、分かる人には分かるかもしれないですけど、めちゃくちゃアンリアルライクなエディターになっていて、でも厳密に言うとアンリアルエンジンではないっていうことなんですよね。まあ、ちょっとこの後は、ちょっと詳細はあると思いますが、小川さんの方から。で、これちなみに弊社オフィスをモデリングしたものがありましてですね、それをちょっととりあえず入れてみたっていう感じなんですけれども、まあ、こういう感じで、アンリアルエンジン独特のこの綺麗な描画力という感じでございます。で、これをこう、いろいろこう、モデルを入れたりとか、ワードを作って公開っていうのを押すと、こういうふうに、こっちのゲームが立ち上がって、こっちで操作できるようになるっていう左下の方がそのフォートナイトっていうゲームの、もうあれですよね。もうゲーム自体ってことですよね。ゲームのモード、クリエイティブモード。だからもう、ここでこう、建築したりとか、こういうふうに。小川さんが今作ったものをもうすぐにゲーム内で遊べるようになっているっていう状態ですよね、今が。そうですね。一応これ今、共同編集モードみたいな感じで、今こっちで左こっちで編集してるのってて、こっちにも反映されるみたいな感そのじ。で、エンドユーザーが遊べる状態ではなくて、その一緒に作る人向けに今、そそうのですエンね。ジンモードみたいなのをやっていると。で、これをスタートすと、公開すると、ゲームが始まって、自分の島ができるっていう感じになります。ちなみに僕たちには馴染みあるんですけど、今このステージというか、環境っていうのは、これ BD ベースドラムのオフィスってことですよね。そうこですれね。はなんかスキャンとかしたんですか？なんか自分でこモれはデル。もう、モデリングしたやつですね。小川さんが独自にモデリングしたものをすぐにエディターに持ってって、それをフォートナイトに公開してみんなに遊べるようにできるっていうこそうとでですすね。例えばあれ言うと っていうことがめちゃくちゃ手軽にできる手軽ですね。っていうのが今回のこの UEFN っていうものの凄さだったり面白さっていうことだと思うんですけど、ちょっとこの UEFN 自体でなんか他に補足説明とか、現時点であったりします？そうですね。完全見た目はアンリアルと一緒なんですけど、これちょっと
アンリアル使いの人の話になっちゃうんですけど、アンリアルって基本このブループリントっていうものを使って、こうノードベースでプログラミングをしていくんですね。で、例えばここに、イベント、ゲット、ビギン、プレイみたいなのをして、こういうのができて、これをこう、いろいろつなげていくみたいなのをしていくんですけど、今回、そのブループリントでロジックをこう組んでいくっていう仕組みがあるんですけど、これが UEFN に関してはないと。ブループリント自体はあるんですけど、ロジックを組んでいって、こう、ノードをつなげてっていうのがないんですよね。はい。それがまあ割と大きい違いで。で、これを後でお話しするんですけど、その代わりにバースっていう新しい、まあ、言語ができて、それでこう、ロジックを構築していきますよっていうのが今回すごい大きいポイントです。ちなみに今この現時点でなんかバース使った部分とかあったりするんですか？それで言うと、私は今、まだリリースして間もないところで、チュートリアル見ながらやってたところで、ここに今、ハローワールドを打つっていうのを ここでやってるんですけど、はい。ただ補足すするごい。と、あ、はい。はい。あ、どうぞ。もともと、わりかし、そのプログラミングとか、使わずとも、ステージとかなんか仕組みを、ギミックみたいのを追加できる、まあ、もともとツール群が結構揃ってるんですよね。そうですね。そうですね。なんか、セーブポイントみたいな、そのなんかとか、ダメージ与えるやつとか、そういうなんか、ゲームギミックみたいなのは、もともと入っていて、これはそのまま使える。そうフォーですトよナイね。ト上の仕組み。はい。ちょっと最初話した、まあ、もともとクリエイティブモードっていう、そのプログラミングとかできない人でもゲームを作れたりする仕組みがあって、さらにそれがまあ進化して新しいバージョンのが追加されたっていう感じだったりするんですかね。そうですね。だで、結なん構、かこう、もう少しその凝った、例えばこの空間に入ったら、敵と遭遇したら、このシステムを発火させるみたいな、なんか、いろんな条件重なったときに、このバースってやつを使って、ゲームを作っていきますっていう仕組みになりますね。もともと結構独自にコンテンツを作れる環境があったけど、さらにこのバースっていうプログラミング言語を使えることになったことで、まあ、より自由度が増したとか、かゆいってところに手が届くとか、独自そうで性すのあね。るものを作る。ちょっと尺の都合であんまし動画共有とかはしないんですけど、結構、もうすでにいろんなことを作って公開してる方とかいて、まあ、本当ナイトではない独自のゲームみたいのを、本当作って公開してる人とかもすごい見受けられて、まあ、かなり自由度高く、まあ、本当ゲームを作れたり、まあ、ゲームに限らずいろんなコンテンツを、みんなで遊べるものを作れるっていう感じになってますよね。あとちなみにグラフィックがやっぱめっちゃ綺麗ですよね。先ほどの、公式のプロモーション映像にもありましたけど、多分レンダリング周りもアンリアルエンジン5をなんか継承というか、そうですね。そのルーメンと呼ばれるそのグローバルイルミネーションを、描画するシステム、リアルタイムで描画するシステムだったりとか、そのアンリアルで、評価されているそのシステムがそのまま使われているので、やっぱり綺麗ですね。そこはすごいですよね。本当、結構ハイエンドなゲーム ライクなグラフィックが、本当ちょっと3D アセットをポンポン置いていくだけで結構実現できたりするんで、さすがアンリアル、さすがフォートナイトっていう感じだったりするんですけど。今日結構、あ、すいません、どうぞ。これも本当に置いただけなんで、この左上のアセットも、何もライトもベイクも何もしてなくて、そのまま、もうよいしょって、ブレンダーから書き出したやつをもうそのまま入れただけなんで、めちゃめちゃ楽めちゃしいくでちすゃね。綺麗ですね。小川さんの中で特に話しておきたいこととか、特になんかこんなことを作りたいんだよなとか、こんなことやりたいんだよなみたいなことってあったりします？そうですね。まあ私もその開発者として、このバースっていうのが今後どういう展開をしていくんだろうなっていうのを思っていて、で、この、UEFN の発表と同時に、アンリアルの5点、バージョン5.2ってやつが発表されたんですけど、で、その中のソースコードに、もうなんかバースっていう言葉があったりとかしていて、あ、もはやこれはもうアンリアルエンジンに組み込まれるじゃないかっていうのは私はちょっと思っていて、まだわかんないんですけど。それで言うと、なん確かで、公式が確か発表してましたね。あ、本当です言ってか。ましたね。ああ、じゃあ標も榜してるって、それを
将来的に使われるようになるっていうふうに。あ、じゃあもう必須の、もう勉強しないといけないですね。我々は完全に。なるほど。めっちゃいいですよね。僕も結構、うん、ブループリントもいいんですけど、かゆいところに手が届かなくて、うん、プログラミングしたいんだよな、みたいな、うん。こう書きたいんだよな、みたいな。そうです。うん。コンパースみたいなのがあると。うん。ありがたいな、っていうことで。でちょっと我がし話したいことがいっぱいあるんですけど、一旦ちょっと大人な話というか、はい、正直な話を先に済ませてやると、はいはいはい、まあ、結構この、まあ普通に遊ぶ分にはまず、かなもう楽しいっていう感じなんですけど、うん、結構その、経済圏みたいなことを結構このフォートナイトとかエピック、開発元であるエピックが標榜していて、はい、今回、なんかこの開発ツールと一緒に、クリエイターエコノミーみたいなことも発表していて、うん、まあ、ちょっと詳細は割愛するんですけど、フォートナイトの純利益から、そのクリエイター向けに、あの、利益というか、その、まあ、そうですね、お金の分配、お金というか、まあ、そうですね、まあ、収益化に向けて、その利益を分配したりとか、まあ、配当があったり、みたいな感じで、そのクリエイターが、ここで、作って公開とかすることで、まあ、収益化ができたりっていう、まあ、単純に作って遊ぶだけではなくて、それを使って何か、まあ、お金も稼げて、その継続的になんかコンテンツ開発とかに集中できるみたいなところも、一緒に発表されてますと。結構、この辺は、やっぱなんか作って終わりじゃなくて、まあ継続的にやっていくために、まあ収益化みたいなのは必要だよねっていうのは、まあゲーム開発に限らず、まあ YouTuber とかもそうだと思うんですけど、結構、この生態系を作っていく上で大事な要素なのかなって思っているので、非常に興味深いなと思ってます。なので、まあ個人クリエイターとかに向けては、まあ間違いなく面白そうだったり、まあやる価値はありそうなのかなっていうところから、あと一応ちょっと商業的な利用みたいなところにも触れておこうと思うんですけど、はい、まあ、詳細はちょっと割愛するんですけど、クリエイター規約見る限り、まあ、商業活動、まあ、マーケティングっぽいことみたいのは結構いろいろ規制というか、いろいろ制限はあったりするんですけど、できたりはするので、うん、なんか商業向けに何か使いたいみたいな方も、まあ、まずエピックに相談してみたいなことはあるとは思うんですけど、できたりはします。なるほど。なるほど。まあ、結構、そうですね、昨今のこのメタバースブームといいますか、にこう一石を投じるような。そうですね。あれですね。なるほど。やっぱ自前で用意してみたいのはすごい大変だと思うんで。ね、そうですよね。そうですね。まあユーザーも囲ってるし、うん、まあ手軽に作って公開できるっていうので、うん、まあ万人受けではないかもしれないですけど、場合によってはかなり刺さる。まあ、環境だったり、その、体系だったりするのかなっていうふうには思ってます。うん、はい。で、まあ、一応ちょっと、ビジネスっぽい話をしたんですけど、残り時間で、ちょっとまた話戻すと、小川さんがまだやりたいこととか、まあ、なんか XR スクワットでなんかやりたいな、みたいなことあったりするんですか？まあ、それで言うと、まあ、さっきの話もつながりますけど、まあ、これでどこまでできるのかっていうのをちょっと検証したくって、まあ、例えばその、うん、まあ、ライブみたいなのができるのか、うん、まあ、その、キャラクターをまず自分以外のものを入れて動かしてみたいなのをまずはやってみて、こう、メタバース的な使い方をどこまで引き出せるのかっていうのを今後ちょっと検証していきたいなって思っています。ちなみに、マルチユーザー、まあ、いわゆるオンラインゲーム的な使い方とか、メタバース的な使い方っていうのは結構気軽にできたりするんですか？できそうですか？そうですね。人数多分制限決まってると思うんですけど、何十人とかまでとか。そうですよね。そうですよね。うん。もともとクリエイターモードで、まあ複数人でっていうのはありますもんね。うん、よく見かけるのが16人、うん、多くて16人とか。ただ上限だと本当50人、100人みたいのも、あるみたいなので、うん、まあ YouTuber さんの、ストリーマーさんの動画を見てる限り、結構最大100人。そうですよね。まあパフォーマンスの制限とかあったりすると思うんですけど。うんうんうん。まあ、いわゆる複数人でメタバース的なものとかができたりするっていうことは、うんうんうん、まあ間違いなくできそうですよね。うん。うん。まあ、とりあえず、まあクリエイター向けには間違いなく楽しいものそうですね。だし、まあビジネス的にも使える可能性は十分ありそうなものっていう感じのものが発表されました。うん、といった内容に今回はなっております。はい、小川さん、なんか遅かりますか？はい、これだけは言っときたい。い今後の発展に期待っていう感じですね。そうですね。はい。
まだ詳しくは、はい。はい。ステートオブアンリアルって言っていただくと、発表内容が見れたりとか、そうですね、あと、バースランゲージ、ラングとかっていう、ツイッターでハッシュタグがあるんですけど、それで調べると、その、バースの情報が終えたりとか、まだまだ出たばっかりで、皆さん、模索中なので、一緒にみんなで学んでいきましょうっていう感じですね。はい。はい。はい、じゃあ、今日はこのぐらいにしておきます。まあ、またもし何か、よくあれば、追加であるかもしれませんが、今日のところはこれで、以上です、はい。はい、以上です。ありがとうございました。はい。あ、では、締めの挨拶を私が。締めの挨拶ありましたっけ、はい、はい。はい。BD ライブでは、毎週このように、テクノロジーに関するテクニカルディレクター目線でのトークを配信しています。よろしければ、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。また、テクニカルディレクターに語ってほしいテーマがありましたら、コメント欄にリクエストを、お書きください。それでは、今週もありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。